スライム切り。うわあ。おお。どうも、好きな特技はマホトーンと水面蹴り、ラグチャンネルです。今回はこちら、じゃーん。ドラゴンクエスト福引きスペシャル目覚めし朝の新習慣編の一等ですね。はい、こちら、A 賞のスライムのホットサンドパンメーカー。はい、こちらをね、ご紹介していきたいと思います。何度かね、くじ挑戦しまして、今回ね、やっと手に入れることができました。ありがとうございます。送料込み7000円。いやね、これどうしても欲しかったんですよ。こんな感じで焼き跡がしっかりつくのそうなんですけど、面白い形にね、焼けそうなんですよね。いや、楽しみ。まずパッケージの方はね、こんな感じのかなり大きいパッケージになっておりまして、右下にはスライムホットサンドが現れたなんてね、書いてありますね。本当に現れてくれればよかったのにバカ野郎が。背面の方はこんな感じになっておりまして、使い方が載っておりまして、材質の方は本体アルミニウム合金、ハンドルフェノール樹脂プラスステンレス、表面加工が内側外側フッ素樹脂塗装ということになっておりまして、こんな感じのね、しっかりとしたホットサンドメーカーになってるみたいです。じゃじゃーん。おー、いいねー。はい。いやー、好きだわー。はい、ってことで、こんな感じの、ホットサンドメーカーになっております。はい。まず持ってみた感じとしては、全然チャチくないですね。ずしっと重くて、うん。表面の方にはね、こんな感じの、スライム、が、おりまして、で、下には、スクエアエニックスの文字がありますね。ハンドルの根元は、こんな感じになっておりまして、まあ、この辺は、普通のホットサンドメーカーと一緒かと思います。握れば、こんな感じで、プランと落ちる感じで、止めるときはね、こんな感じで、バチッといきますね。じゃじゃーん。はい。こんな感じの、おー、なんか、人形焼きみたいな、感じのホットサンドメーカーですね。90度よりもほんの少し開くくらいで止まります。で、これは、お、分割できますね。まあ、こんな感じで使えば、スライム型のホットケーキが焼けるかもしれません。中の方をじっくり見ていきますと、こんな感じになっておりまして、はい。凹凸はね、しっかりとあります。連結するところはこんな感じに、なっておりまして、通常通り開いた状態でスライドさせれば、はい、こんな感じで合体することができます。通常のホットサンドメーカーと比較してみるとこんな感じでほとんど一緒かなと思います。ただ厚さをよく見てみると、普通のホットサンドメーカーよりも今回のスライムのホットサンドメーカーの方が全体的に薄い感じがしますね。スライムも合わせれば今回のホットサンドメーカーの方が厚さはあるって感じでしょうか。なのでスライムのところがポコッと浮き出て、それ以外のところは通常のホットサンドメーカーよりもかなりピチッと焼けるんじゃないかなと思います。重量については、一般的なホットサンドメーカーが 377g に対し、今回のスライムホットサンドメーカーが561g ということで、通常よりも 200g も重いみたいですね。はい。じゃあ早速使ってみましょう。で、今回ちょっと面白いもの挟みたいなと思って、じゃじゃん、こちらご用意しました。YouTube でおなじみ、地球グミでございますね。はい。こちらなんと、一粒400円します。本物ならね。はい。ということで、ちょっと本物はね、本当にね、Amazon で買おうと思うと、一粒400円するんですよ。いや、マジで。はい。で、そんなんね、買ってられないんで、今回はそちらのパチモンをご用意いたしました。こちら一粒100円となっております。まあ、100円でも高いけどね。こいつを挟んで、スライム味のホットサンドをね、作ってみたいなと思いまして、やっていこうかと思います。一粒食べてみようかと思います。これが本当だったら400円するっていうね。はい。なんだこれ。いただきます。ちょっと酸味があって甘酸っぱいグミですね。うん、普通に美味しいです。まあ、体には悪いね。にしても本当にスライム色。真っ二つにしていきまーす。ブルーベリージャムみたいな、そういうのが入ってますね。できました。そしたら、食パンに並べていくと。こんな感じ。食べ物とは思えないね。パンで、挟んで。うわ、すごい。うわ、厳しい、これ。
はい。グミが悪いのか、そもそもこういうホットサンドメーカーなのか、まあ、グミが悪いんだろうな。ちょっと潰そう。シングルバーナーでいきまーす。片面2分弱の反対1分半くらいでいきましょう。はい、オッケー。やばいやばい、垂れてきてんだけど。いきます、オープン。じゃじゃーん。おー、先端からスライムが溢れてきちゃったみたいな、そんな感じで下がすごいことやってる。あ、よかった。シングルバーナーにはかろうじてかかってない。反対はどうだろう。じゃじゃん。めちゃめちゃよく焼けてんじゃん。ぷっくりしてるよね。ほっ。はい。では、いきます。スライム切り。うわあ、やばい。あー、ちょっとやめてほしいけど、あー、ちょ、はい。スライム殺しちゃったみたいになってるよね。これ完全にね、事故現場だよね。すごいぞこれ。うわ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 。もうめちゃめちゃ垂れてるんだが。はい、断面こんな感じです。もうスライムだよね、本当に。これはもうスライムって言っていいと思う。それではスライム味のホットサンドいただきます。うわー、うわー、うまい、うまいぞ。むちゃくちゃ甘いって感じではないです。普通に食べれる。牛乳に絶対合う。あー、うまーい。嫌な甘さではないですよ。あの、半端ねえジャム塗りすぎちゃったみたいな、そんな感じ。あー、もう硬くなってるな。ごちそうさまでした。はい、ということで今回はドラゴンクエスト福引きどころスペシャル目覚めし朝の朝食編の A 賞、スライムのホットサンドパンメーカーのご紹介でした。こちらですね、実際に使ってみたんですけども、しっかりとねスライムの形のふっくらとした焼き跡をつけることができまして、うん、個人的には大満足です。高い代償を払った甲斐はあったかなと思っております。まだローソンでやってるところはあるかもしれないんですけども、結構ねこの A 賞のホットサンドパンメーカー人気みたいでして、まあもし残ってるようだったらね、ぜひチャレンジしてみてはどうかなと思います。ということで今回の動画は以上になります。参考になって面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということでここまでご視聴ありがとうございました。ラグチャンネルのラグさんでした。それではまた、バイバイ。